ノッペセイドン開発やってまいりました。伝説ポケモン1体もやだりダイマックスなしルールということで、今回使っていくポケモンこちら、白く輝く竜レシラムとなっているわけなんですけれども、 N とかのねイメージあるんじゃないかなと思うんですけど、 BW からのねポケモンとなっておりましてね、実際ダブルバトルの競技シーンでほとんどもうてかまるで活躍したことがないポケモンとなっているわけなんですけれども、実は今レシラム史上最大風速が来ています。まあ、とはいえね、使用率80位でね、これで最大風速なのかみたいな感じなんですけど、まあ、とはいえね、こっからもうこの動画をね通しても布教してまいります。使用率いつの間にか40位とかになってるかもしれませんよ。というわけで、ね、今回強い理由をめっちゃ解説していきたいと思います。というわけで、今回組んできたゴーチこのような感じになっているわけなんですけどね、さらっとレシラムのね個体解説でもしていきましょうか。直気持ってて特防がめっちゃ高いです。特性はね、ミミックの化けの皮とかを貫通できるターボブレイズ、まあ、型破りみたいな感じなんですけど、あんまりね、まあ、この特性は、まあ、ほぼないものと思って使っています。さあ、技なんですけどね、青い方の熱風、まあ、このらへんね大文字よりねめっちゃ強いから、これ命中一緒で威力20も高くて、やけどの確率もね大文字と違って 20% あるということで、神業です。やっぱダイマックスなしルールってことなんで、本当にね今までだとね大ドラグーンとか140みたいなね、もう誰が使っても同じみたいな感じだったんですけど、このねやっぱ持ち味生かされますよね。技の本来のもう素材の味が引き出されるルールなわけなんですよ。だからね、レシラみたいな専用技でこういうね、ぶっ飛んだ強い技持ってるポケモンは、まあ、ダイマックスなしの方が強いっていうところはあります。熱風はね、範囲技で神で、本当に神で神で神技なんで採用してます。直気持っててね、いろいろ技、まあ攻撃しかね、まあ採用できないんで、まあ存分にね、持たしている感じなんですけれども、流星群はね、まあ、海洋語とかね、ダイマックスできないんだったら流星群ね、結構削れますから、まあ水技はね、遠吠えで受けれて直気で結構硬いんで、まあ普通に海洋語とも流星群とかで打ち合ったりも、する展開があります。シャドーボールはね、クロバドレックスに対して打つために採用していて、まあ、他のね、技は大地の力とか、まあ、竜の波動とかかな、まあ、この辺が候補になってたかなと思うんですけれども、まあ、とりあえずこの構成は、まあ、一旦強いと思います。技はね、大地の力が使用率1位なんですけど、まあ、実際別になんか大地の力ないと困るみたいなポケモンもね、あんまり、まあ、実際いないと僕は思ってるんで、まあ、採用してません。というわけで、ね、レシラムの強さについて解説していくわけなんですけれどもね、まあ、使用率、まあ、上位の1ページ目らへんからね見て解説していこうかな。レシエレキ、まあ、こいつ使用率2位ですけど、こいつにはもうめちゃくちゃ強いですね。まあ、電気半減で直気でもうこっちは一方的に殴れるみたいな感じなんで、かなりもう神です。ザッシアン、もう滅法強いね。まあ、鋼半減だし、まあ、ジャレツ界の等倍なんですけど、今回しっかりね HP 振ってるんで、まあ、余裕で受け切れるっていう感じですね。まあ、ジャレツクね使用率まあ若干3割ちょいってことなんで、まあなかったらまあさらにめっちゃ強いっていうところもありますね。でまあシャドーボール持たせてるからっていうのもありますけど、まあ、バドレックスにね対してもまあかなり強いというところも最高で、まあ、直気持たせることによってね弾力づくランドロスとかに対しても耐えて青い炎とかでねワンパンみたいなとこもありますし、まあ、いろんなポケモンに対してね直気機能しすぎてもう神ですよね直気は。あとはねゴリランダーとかアマージョみたいなね草タイプもかなり幅を利かしているので、それに対しても滅法強いっていうところも評価高いですし、本当にね上位の使用率のポケモン見てて思いますけど、全体的になんかレシアムこいつクソやべえじゃんみたいなやつあんまいないですね。本当に何もかもに打ち合える感じかな。まあ、グラードンとか先制されたらね、断崖の剣とか厳しいですけど、まあ、今回ワイドガードしっかりね、コジョンドとツンデツンデに採用しているので、いや、なんかもう、なんかさ、完璧ってことこれもしかしてこの構築。まあ、バドレックスとかイベルタルね、まあ、これにもまあ、なんかどちらかといえば強いですしね。まあでもやっぱり海洋画みたいにね、潮気バーンとかザシアンのもうプラス1巨獣山バーンみたいなとか、バドレックスのアストラルビット全体技ポワーンみたいなね、なんならジオコントロールウェーみたいな、そういう能動的なね、ヤバさはまあこいつにあんまないんですけど、まあ青い炎が地味に強いみたいなところなんですけど、まあそういうやつに対して、まあ冷静に考えてこいつはタイマー張ったらまあ別に勝てるよみたいな、まあ、なんかそういう地味な性能であるがゆえにあんまり注目されてないみたいなところありますけど、まあ冷静に考えたら環境に刺さっているという点で、まあ強いみたいな、そういう立ち位置のポケモンかなというふうに思います。今回ね、レシラムへの語りでも尺を使いすぎてしまったんで、まあパーティーのね、全体の感じについては次のね、動画でがっちり解説していこうと思うんで、ぜひ今回はもう対戦いきなり見ていてください。はい、というわけで今回の犠牲者の方はジョージさんです。よろしくお願いいたします。さあ、レジエレキ、コケコ。両方搭載のイベルタル構築ですね。まあ相手ゼルネ対策とかになっとれ、みたいな感じなんでしょうか。まあレシラムがね、今回かなりバグレベルで刺さってないか。直気もあるしな。イベルタル物理ではないだろうしな。
うん、これはもうレシラも刺さりすぎですね。しかもウーラオスに対してもね、今回コジョンドのとっておきのウェポンであるね岩石封じ、もうかなりねウーラオスに強いであろう技になってるんで、まあ、ここでかなり意表もつけるし、先発ねエレキとかコケコとか来ても普通に猫魂余裕みたいなところありますし、問題なのは油断したら後ろのナットレイで積んでしまうところですかね。まあ、一旦エレキ出すじゃん。で、キッスかな、キッス出しといたらなんかまあレシラも守れたりとか、まあ、なんか最悪エアスラでナット突破するみたいな、ちょっと怪しいか。レシラムとかコジョンドを気軽に引けるポケモンが欲しいんだけどな。まあキッスかゴリラかな。まあ積んではなんか適当に引いてもなんか次行動できずに死亡とかありそうなんですけど、まあ、ナットレイのためにレシラムかコジョンド温存するために引く際になんか引いた後になんかいい感じに仕事できる気がしたのがキッス。でもゴリライベル以外には結構強かったけどな。まあ、ウーラースかね。オッケー、このポッチャマのね髪飾りなんですけどね、髪飾りっておかしいな、ヘアピンね、これ髪の毛のセットがめんどくさい時に使いやすいということで、母親に、ね、髪型ディスられないようにペね、こうやってピン止めみたいにしてるんですけど、逆に叩かれるかもしれませんね。逆にね、男のヘアピンはないわみたいな。ウルシフトインシネラーなんですけど、まあ猫魂来ちゃったんで、まあ来たってことは一旦流星群ですね。猫魂こっちに打たざるを得ないですね。ガオガイに猫を打ったら水流連打でコジョンとか倒されるみたいな感じになりそうなんで、あ、ここ助け潰れたっぽいのクソでかいな。猫魂オッケーですね。これなんかここの猫魂入ったから次岩石流星じゃなくても倒せるかな。まあ流星打つけどな、一応打つか。でも特攻下がっちゃうんで、この後イベル来たらまあ大丈夫か。一旦引くで別になんか特に問題なさそうだな。一旦まあもったいないけど流星、まあこの立ち回りするなら割と他竜の波動とかもいいんかも。スカーフなんだけど、スカーフなんだけど、嘘、うわ最悪だ。岩石封じ最強とか言ってたけどスカーフなんだけど、スカーフって何パーセントいいんだろう。最悪だこれ。今のね、素早さの猫魂の関係じゃ判明してなかったんで、まあ仕方ないんですけど、本来今コジョンドがね、倒されずに一方的に倒してたみたいな感じのターンになってたはずなんで、ちょっと残念ですね。やるじゃないか。タスキ貫通するのが、せこくね？な。せこいですよね。水流連打で。コジョンド耐久が、低すぎるのかウーラオスの攻撃力が高すぎるのか。さあ僕レシラもめちゃくちゃ火力下がってるんで、めちゃくちゃ秘宝な対面で相手がねいい感じの2体を出してこれるっていう感じなんですけど、まあ、唯一の強みとしてはまあやや後出しできることか。別にできないな。相手がまず1体出して、その後に僕が、まあ、キッスかエレキ出すかの選択になるだけなんで、別に全然有利な後出しでも何でもないな。まあ、ナットレイいるならレシラも引かない線もありますね、これは。相手、イベル、エレキ、コケコでしょ？で、今引いた火炎。じゃあ、何出そうかな、まあ。エレキ系が気まずいから、一旦エレキ行くか。まあ、トゲキス出したら、まあ、めちゃくちゃ秘宝なんで。まあ、イベルじゃなかったら、まあ、全然炎タイプのやつ、こんだけ下がってても、ゴリ押しで、レシラまで殴っていってもいいまである。さあ、ここで、相手もなんか気まずいんかな、ナットレイ来たってことは。いくら下げてもね、ナットレイはレシラもきついでしょう。まあ、最後ね、多分イベルだとは思うんで、僕的には。イベルでしょうね。猫ウィップなんてことは、まあ、基本ないんだよな。まあ、これを機にレシラも引いといた方が強い説は相当あるけどな。ぶっちゃけ。もう一回こっから出すわ。ここ多分猫フレドラでエレキ狙うと思うけどな。だって猫を、ウィップとかエレキにしたら青い炎を食らって死亡するわけじゃん、相手的には。え、まさかの動かし。まあまあまあ、相手の盤面にねイベルがいなくて圧力がないうちにレシラも引いといた方がまあ熱いところはありますからね。ターボブレイズかなり意味ない。
特性、捨て台詞いいでしょう。キス方向 OK。 キスピントレンズ持ってるんで、下げられても急所に当てれば無効化できる、無効化できるね。うん、その加工を。なんでマジカル社員でいじめれる可能性は十分あるね。さあここいいね。さっき青い炎じゃないとなったり倒せなさそうだったんですけど、今回熱風で良さそうなんでかなりいいっすね。鉄壁、あ全然いい、鉄壁型全然いい。ボディープレス、鉄壁、宿り木で守るかジャイロみたいな感じだと思うんですけど、今回も全然いいね。もうこれ保険だったらまあちょっと嫌ですけど、どうでしょうね、社員でいいかな、これがあだとなる。まあ一旦でもまあこの指もあるしね、普通に次のターンね、まあ指熱風とかも全然良さそうなんで、社員打ちますか。こう急所当ててほしいけどね。ワークアウト OKOK、 全然 OK ではないか、まあ、ちょっと怪しいけど。レシラもどこまで下がったら熱風で倒せるんだろう。次バークアウト上から入れられること考えたら、ナットレ熱風じゃ倒せないかもな。硬いもんこいつ、まあ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 硬い。熱風はダブルダメージだからあんまり、ね、強くないんですよね。高級車当てたい、高級車当てよう。キスちゃん急所、まあ直帰かなこれは、さすがに直帰っぽいっすね。うーん、社員と、まあ、明らかに、外縁に引きますけどね。こんだけ明らかなら、青い炎をイベルタリにぶちかましてもいいかもしんない。めちゃくちゃ有利ってわけじゃないんで、この試合。ちょっと読むぐらいは、してもいいかもね。なんで、ちょっと相手がマジで動いてきすぎる。え、相当動いてきてるんだけど、こんなことってあるんだ。ちょっと困惑してるね。勝負しすぎん？青い炎かっこいい！えぐい、かっこよすぎて。やけどナイス。20% チャンス。トゥーバーンあるからね。もう急所当てないんだけど、全然。持ち物持ってない、こいつ。あ、そっちに当てる。宿り木ならまあ、ギリセーフですね。まあ、ジャイロないだろうからね。プレス宿り木。鉄壁守る。で、まあ、核ですね。次の社員で良さそうですね。次の社員で倒せ。まあ、やけどが強い。直帰だからね、羽休めとかないし、宿り木で回復されるの嫌だから、エレキに引こうかな。まあ、イベルタラこんだけ削れたってことは、エレキの重要度が結構下がってるんで、ガオガン別に、レシラまで殴ってれば多分勝てる範囲なんで、デスウィング。デスウィングのパーティーンね。もう火力高くね、これ。だよな、もうひどいって本当に。デスウィングマジ壊れ技なんだって。ナットルも一生動いてんもんな。ここもやらないんだ。オッケー、ようやく急所当てたけど、ようやく当てたね。やけど2回で倒せるかなこれね。ボディープレス、さあエレキ耐えれるかな。耐えないか、マジか。いやー、エレシラ守れないからな、これきつくなったな相当。デスウィングをレシアムに打たれる。あー、なんかすげー激アツだな、多分この試合。レシアムは直帰持ってるから、多分デスウィングの回復量を大丈夫にできる。ギリ。味方のナットレで回復も意味不明だしな、なんか。まあ、レシアム殴って、熱風当てたら倒せて、ナットレも倒せるみたいな。ナットレこれ守らない、もしかして。あれ守る、なんか見えてないか。守るしてる姿なんか見たことあるような気がしたんだけど、ないっけ。混乱してきたな。さあキス守って、ここの守り読まれるかどうか。デスウィングキス方向が熱い。守るあるよね。よく打たなかったな今までみたいな。オッケー、そこナイス。これは当てなくてもよくなりましたね。オッケーオッケー。で、ガオガエン来て、守るあるから、いや次なんかな。いやー、ここマジ激アツだな。猫プレスをレシアムに打たれてたら、きついんだよ。だから、指か。いや猫プレスはさすがに死亡しそうだから、まあ、猫宿り木がきついんだけど、まあ、一旦指かな。で流星群ぶちかましちゃおうか。青い炎でも全然フェロストーン倒せる
で、さすがにレシラも舐めすぎね、それは。皆さん、レシラも舐めすぎですよ。さすがに流星群撃っても青い炎で倒せるよ、これは。で、そっち、ボディープレスなんだったらこの指はめちゃくちゃ強いんだけど、ヤドリだったら、ちょっときついけど、まあ全然勝てる範囲か。プレス OK! プレス OK!4 分の 1!OK! これは非常にうまいプレイングになりましたよね、これは。さあ、指して、流星でぶちかましますか。ガオガエンが直帰やったら、まあ負けまでありますね。ステイゼリフ打ったな、でもこいつな。ステイゼリフ打ったもんな。直帰じゃないもんだって。オッケーオッケーオッケー。ここは守るかなり濃厚だったんで、まあいった別にされなくてもしてもどっちでもいいっていう流星ではあるんですけど、守ってくれた方がまあややありがたいかな。で、当てていく!ああ!倒せ倒せ倒せ。さすがに倒せる。舐めすぎレシラも、皆さん。はいはいいいよ。これめちゃくちゃいい感じになって、最後青い炎を、どんだけ外したら負けるんだって感じなんだけど、まあ、基本勝ちそうですけどね、基本的には。まずまず勝ちそうな雰囲気はあるけど、まあ負ける可能性もあるね、普通に青い炎2回外したら負けだから。命中率、やや低いからね。ちょっと不安ですけど、まあ、ボディープレスされたら嫌なんで、この指は確定っぽいんですけど、うん。保険、もう指の保険があるのがめちゃくちゃでかい。一旦外したね。一旦ノリで外した。了解。かなりなんか緊迫した感じになってきたぞ、これ。あれ?俺の青い炎だけ命中率壊れてる、もしかして。いや、一旦目から水流連打されて、こんだけ、こっから逆転したらめちゃくちゃ熱いみたいな感じのさ、ノリだったじゃん。青い炎。めっちゃ85ね。大文字の超上位互換なんだよ。強すぎるでしょ、この技。大文字110でしょ、今。相当強い、青い炎。あれ?あれ?ジョージありがとう。はい、今回の犠牲。おーっと、レシラム。アイソン A さんです。よろしくお願いします。まさかのレシラムミラーで、フェローチェか。フェローチェ、なんか格闘同士で素早さでなんかちょっとマウント取られてる雰囲気ありますね。まあ、ちょっとランドロスもいてね、あれなんで、レジエレキはちょっと出しづらいんで、まあ、コジョンドが先発としてはまあそこそこの適性がありますけど、まあ、キッスも相当適性ありますね。レシキッスの方がいいかな。まあ、とはいえまあ、コジョンドが活躍するとしたら先発からの方が良さそう。なのと、キスは後投げでも全然良さそうですが、まあ、ランドロスヘドロ爆弾多分覚えてるんで、まあ、トゲキスに結構なダメージ、まあ、なんならほぼほぼ瀕死ぐらいまでやられちゃうと思うんで、まあ、ちょっとコジョンドで濁しつつ、キス裏まで確定からの最後なんだろうな。割とゴリラか。でもゴリラはな、ガエントレシラムがやっぱきついからそこが、ちょっと懸念だね。まあ、エレキ、もうね、ちょっと刺さっていなさすぎて、もう受けるレベルですね。はい。これ、できるなら積んでかもしれないね。積んでキスでトリックルームしたら積んでが暴れすぎて勝ちみたいなところもあるんで、まあ、最大暴れを期待するのであれば、まあ、積んで選出、まあいいんじゃないかな。まあ、多分ワイドガードとかあんまり機能しそうな展開は、まあないからね、そこはちょっと、鎖気味なんですけれども、まあ、積んで積んで、まあ、適当に出してもね、結構強いポケモンなんでね、トリックルーム自分だけしないとなんか遅すぎて秘宝みたいなところありますけど、まあ、とはいえ、まあ、そういうね、もう仲間との、なんだろう、速度、歩幅合わせなくても適当に攻撃してれば強いみたいなところもある。さあ、ガオガエンとランドロスね、まあ、コジョンドはね、攻撃下がらないということで、もう無敵。最強、無敵。これはどうしようかな。まあ、一旦青い炎かもしれん。でもランドロス守るはまあまああるから、ちょっとなんかそんだから熱風にしとこう。ちょっと中間卓でいくわ、ちょっと弱気な。まあ、ガオガエンは多分レシラム猫騙しだと思うんだよな。でも猫騙しじゃないパターンっていうのはランドロス守りながら、ガオガエンがなんか引いてくるとか捨て台詞するとか多分そんならへんになってくると思うんで、その可能性があるから、
まあ、なんか聖なる炎を集中したら秘宝っていうところで、まあ、ちょっと熱風でちらつかせましたね一旦。でここなんですけど、まあ、ちょっと、まあ、流星で倒したいけどちょっと下がっちゃうから命中秘宝だけど青い炎でいくわ。うん、まあ威力下がらないんだったら流星の方がいいんですけど、ちょっと欲張っていきます。で大地の力なんですけど、玉大地の力もレシラも直帰なんで耐えるんで、もう真っ向から行くわ。うん、あフェローチェ来た。こいつね、格闘半減だけど実質半減じゃないみたいな、多分威力入ると思うんで防御が低すぎてですね。半減だよね、本当に半減ですね。フェイント持ってたら倒せるまであるね、これ。持ってないんだけど、今回。ヘドロ爆弾、そっち OK。ヘドロ爆弾で、まあ、第一の力、透かし読みだね、これは確実に。確実に読んできたね、相手は。はい、来ました。しかし、直帰なんで、もう真っ向からやっちゃっていいというところで、決まりましたね、これは。まあ、トゲキス交代読みですね、確実に。決まったね。さあ、ガオガエン来て、ベローチェは、まあ、格闘氷虫とかだけど、一番高いのはインファイトレシラムだと思うんですけど、今回ね、レシラム HP 振ってるから、まあまあ硬いんですよね。なんか、玉インファイトはちょっと耐えないかもしんないな。でも、まあ、フェローチェじゃなくて、ランドが多分玉ですから、まあ、コジョンドの方がランドより速かったから、まあ、ランドはほぼスカーフか玉だと思うんで、まあ、その点からも、フェローチェは、まあ、タスキ濃厚であるという点で、レシラムは、まあ、そこそこ耐えることに期待してもいいものとなっていますね。さあね、インファイト。インファイトと熱風でいきましょう。これで、まあ、古城でやっぱ猫魂昼間の神だ。猫魂、OKOKOK。まあ、とはいえ、タスキ削るっていう役割もありますから、その猫魂はね。うん、わかるわかる。それは一応考慮していて、その場合、フェローチェを熱風で倒せると。いうところですね。まあ、ガオガエンはコジョントでめちゃくちゃ倒したいけど、倒したいけど、まあ、ここで熱風当てればちゃんと3人、え？ここでちゃんと当ててれば3人になってたんで、別にガオガエンに対してさほど有利じゃないポケモンたちが残っても、まあ、いけるだろうな、みたいな。こと言おうとしてたんですけど、トリプルアクセルかな。トリプルアクセル強いんだよね。うん、この白き悪魔たちで戦っていくわ。これシャドーボール打たんかった俺が悪いね。まあ、悪いとはいえね、結局やりますよ。全国大会でも多分熱風、全国大会の場面でもまあ熱風いくんじゃない、おおよそ。シャドーボール打つかな。オッケー、ドリブルアクセルんでいくー。まあ、特技キッスはね、守るあるかないか、微妙なラインだから、相手的には多分打ちたいと思うんですよね。さあ、オッケー、熱風でフェローチ倒していくー。まあ、いいね。まあ、青い炎をね、ランドマスにぶちかましてるからね、まあ、結局、もう、僕が暴れてたんで、それ仕方ないですね。レシラムは、悪くないね。てか、熱風は神業なんですよね、結局。熱風という技のおかげで僕はね、今までやってきましたから、本当にね、2015年とかも、本当熱風の年でしたね。もう、リザとかドランとかね、まあ、特にまあ、ドランですけど、もう熱風の年でしたね、完全に。あの技が本当に好きだ。ポケモンで一番何が好きかって言われたら熱風ですからね、これ結構割と。うん、技でいっちゃん好きなやつ、熱風まであるかも。それぐらいですね、シングル勢には本当に熱風ね、意味不明な技だと思うんですけど、火炎放射の方がほぼほぼ強いしね。うん、若干、5ぐらい威力高いけど、熱風の方がシングルダメだと、うん、ダブルバトルのね、民には欠かせないものとなっている。さあレシラム最後に来て、いやここなんだよな。相手ね、レシラムがレシラム倒そうと思ったら多分あれでしょ、流星群打たないといけないと思うから、まあ打ったと打ったら打ったで僕積んで積んでで勝てるんで全然いいね。うん、これ全然いい。まあこれはこの指多分いらないかな。まあしなくてもいいかな。猫魂キッスで多分流星を打つんじゃないかな。熱風打つ。オッケー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 。レシラムミラーで勝っていくか。当てろ。外したら本当にやばい。当てていく。さあ来ました。いいですよ。いいよいいよ。倒せ。うわ、相手も直帰だ。相手も直帰だ。どうしよう。
相手も直帰か。あーこれシャドーボールで倒せる、これめちゃくちゃ怪しくない？流星群でこれでしょ。シャドーボールもう倒せないな多分。じゃあもう一発流星いきます。ビエラ男の流星群です。まあでもなんならキッスで攻撃した方が強いまであるから普通に社員でいくわ。指いらんこれ、うん、指いらん。なんならキッス守ってもよかったレベル、うん、ここ外したら結構きついか。当てていく、当てていく、いいよ、めちゃくちゃいい。さあ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 、いいよこれは最後。まあなんならこれレシラムガオガイにも倒されない可能性ありますからね。さあバークアウト OK、 倒されないね。まあ DD ラリアット9勝ぐらいしかまあ基本倒されないかな。ニーファイだったらもうめちゃくちゃいい勝負になる。ワンチャン耐えるけどね、アマージョの飛び膝蹴りを積んで積んで耐えた実績があるんで、はい、そう考えると、うん、ありえるね。ガオガインファイトやめろ、本当に。本当にやめろ。流星群も本当に下がりすぎて秘宝なんだって、もう秘宝じゃん。めちゃくちゃ秘宝なんだけど、ダメージ。ブレードライブ。あ、これで火傷も結構ちょっとだるいか。火傷もちょっとだるいな。火傷も本当、あっは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 、マジか。いい勝負じゃねえか、てめえ、こら。これマジか、てめえ。あー勝てるかギリギリ。インファイト、おー白熱してきたね。これ白熱してきたわどうやら。いやまあでもフレアドライブね、威嚇なしあのダメージなんだ。結構積んで積んで硬すぎるね。いやでもこれここでインファイト、ここでインファイト打たれたら死ぬ。本当に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 、バックアウト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 。やっぱりスプラトゥーンの対抗戦で味方で通話してるときに相手をキルした報告するときみたいな感じで連呼しちゃった。さあ、雪崩で、いやもう本当にあれなんだって、本当に怪しいんだって、ダメージが怪しいんだって。さすがに勝ったかこれは。ジャイロで倒せないでしょ。てかなんか流星群の PP 増やしてないの秘宝すぎたな。最近ちょっとねポイントマックスもね使いすぎてちょっと怪しくなってきたんで、ちょっと節約してるんですけど、ちょっと怪しいね流星群は。危ねえマジで。はい、ありがとうございました。はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。レシラムいかがだったでしょうか。まあ、次のね、まあ、動画でもレシラムバチコリとね、暴れさせるんですけれども、レシラム最強と思った方はぜひチャンネル登録、グッドボタンなどしていただけると今後の活動の励みになります。ということで、また次の動画でもお会いできることを楽しみにしております。それでは、バイバイ！